我が党の、政策責任者である、隣におります泉政調会長がですね、私が見た見出しはですよ、はい、あの進次郎の育休に待った、おー、ありましたね、待ったをかけた、うん、新聞に、うん、泉健太聞きたいのは、はい、あの小泉進次郎さんは嫌いなんですか？いやまず小泉さん、はい、入閣おめでとうございます。おめでとうございます、私からも。そしてね、結婚出産、はい、もう私もあのお祝いのメールはその時も送りましたけどもね、はい、皆さんこれからもよろしくお願いします。賛成です。ではこんにちは。こんにちは、玉木雄一郎です。いつも玉木チャンネルご覧いただきありがとうございます。今日はですね、我が党国民民主党の政調会長であります、泉健太さんにお越しをいただきました。泉さんよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。まあ、何が大変かっていうと、代表のすごいアイデアが大変です。緊急事態宣言を広げてやってるので、もっとやっぱ積まなきゃいけないっていうことで、まあ、100兆円ぐらい、ね、私もあの時一晩考えたんですよ。代表から一人10万円とかその給付で10兆って言われて、と思って、だけど皆さんに、まあ、本当に信頼していけるようなそういうものをね、もう一回ね作り上げていきたいなと思ってますので、これぜひご期待いただきたいなと。注文の多い代表ですので受け止めて頑張ります。大きな方針はね、これで出したので、まあ、そこをまた肉付けをして、はい、いい議論をですね、党立憲民主党の泉代表、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、そして国民民主党の、代表玉木さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずお二人の仲っていうのはどうなってるんですか？もともと、まあ、国民民主、まあ、はい、その前は民主党という時、はい、一緒でしたよね。もうずっと一緒です。どういう仲なんですか？いいですよ。仲いい。うん。悪くないと思いますけどね。仲いいでいいんですか？で、政治家って別にそれ自民党の人であっても、そう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 、公明党の人であっても、みんな、はい、超党派の議員連盟とかあるんで、まあまあね、人と人としてはまあ、あとは時々政策が違う。そうそう。私今日、まあそうか。うん、だったら別れる必要なかったんじゃないのとちょっと思いますけれど、ここ、はい。ここ。うん。いや、そうなんです。ここはね、確かに僕も国民主党の政策を見てみると、はい、まあそれなりに半分以上一緒ですよね。ただ僕はね、それはやっぱり一緒にやるっていうことは一つ大事かなと思ってて、うん、まあ、連立を組むっていうことも将来考えてね、うん、玉木さんそうやって言ってますけどどうですか？いや、だからそこが例えばさっきの共産党さんどうするんですかとかね、うん、その大きな枠組みの中でもう私はその自衛隊が違憲なんていう人たちは絶対できませんから、うんうんうん、それは、うん、だから一個だけ最後ちょっとここまで議論集約して意見いただいて成田さんに振りたいんですけども、まあ、確かに成田さんが初めに振りでなんか一部のインテリの方々からはすごい真っ当な政党だって言われてるってお話あったじゃないですか。なんかすごい真面目な、リハックにしてはまた珍しくですね、真面目な政策ですねなされまして、ああすごいなと思ったんですけど、でやっぱり最後みんなでちょっと考えたのは、いや なんでその人たちがやっぱ 野党第三の党ですねに今ずっといるのかっていうことと、他の自民党も立憲民主も維新もちゃんとしてるとこあると思いますけど、じゃあその国民民主が言ってることをなんかもっとちゃんと世に分かってもらって、野党第一あるいは与党になるどうしたらいいのかみたいな、そこら辺はちょっとどう成田さんとかひろゆきさんとかお考えかちょっと議論して、玉木さんそれに対してお考えいただいて、なんでそんな末端人たちが第三党にずっといるんでしたっけ、そもそも。まあ、話、パンダ的には、ちょっと話、もう、ひろゆきさんと会話してる時の、泉さんが、もう、すごい、ちょっと若干、作り笑いがすごい、この、あえてもう笑顔にしてる感じの、顔がちょっとやっぱもうあって、ちょっとやっぱひろゆきさんはちょっと議論の中にこう、なかなか警戒してるとこもあるんだなと思うような、ちょっと顔だったので、まあ、そこは申し訳ないなとちょっと思うんですけれども、ただ、やっぱり、やっぱ根幹に戻りますけど、来ていただいた以上は、なんかその魅力っていうかですね、立憲民主党の魅力をちゃんと伝えたい、どうしていくのかって伝えたい中で、ちょっとですね、僕は。そんな、これはちょっとどうかと思うけど。中で言うと、あ、でもどうぞ、今のもしちょっとでもおっしゃりたいことがあったら、泉さん。いや、いい。でも本当おっしゃってください。いや、いい。そう。なんかまあ、立憲を減らしたいっていう、原発を減らしたいっていう、泉さんの要望があるので、国民の電気代が上がるのは仕方ない。どうでしょう。僕ら政治家は仕方ないとは思わない、できるだけ下げたいとは思うけれど、下げたいとは思うけれども、原発をなくしていきたいという思いもあるので、下げる方法があるなら教えてください。下げる方法があるなら知りたいです、僕も。原発をなくしていきたいという、ないのにあるかのように言うのは嘘だと思うんですよ。原発に関して言えば、原発の発電量をやはり少なくしていくということは、電気代は上がるということになると思います。